そうだな、レベルもでもちょっと上げておきたいよな。セーブデータわかんなくなっちゃうから。わかるよ。多分、私レベル上げすぎてしまう節があるんだよな。うるさいの。っていうのも、やっぱり私の戦い方って、ワンパンで倒せるように、割と戦略を組むんだよ。だって、ダメージ受けないで勝ってこそでしょ？だから、ワンパンで敵を倒せるようにならないとダメなのよ。そこを基準に考えると、多分、レベルを上げすぎてしまうんだよな。だって攻撃受けんの怖いもんね。よし。なになになに？トのたって。たってか。なんかあるとかでは、ですよね。ああ、装備できない。ワンチャンないかなーって思ったけど、重たいんだ。いや、ちょ、待って。川のたって邪魔やな。はい。そっか。餃子。てか、ワンタンやばくないか？守備力やば？そうよね。嬉しい！めちゃめちゃ嬉しい！よしよしよし。あとは、そうだな。銀の鍵おじのところ行こっかな。HP も大丈夫だね。MP も、大丈夫だ。めんどくさいから、ルーラで。ローレシーア、リリサが、さっき言った、預けるところがあるとこでしょ？ウプカナが港町。じゃ、一旦ローレシアか。そうだよね。銀縁ってあのドアだから、さっきの漁師の、町にあったあれは多分、牢屋の鍵。そうだな、これ牢屋の鍵だもんな。なるほどね。隙がねえけど。何やつだ、己盗。命の約
ぐぞ。約束。力の種。印？命の木の実。だって命の木の実は HP だよな。うん。はるちゃんだろ。どう考えたって。うん。ガチャだよな。4から6、6。最低保証ってやつ。で、力は、行作。62。いや、正直、ワンタンは武器でいくらでも攻撃力を上げられる可能性を秘めてるから、やっぱ餃子か。なるだけ餃子も力欲しいよな。いいの、ま、いや、どうかな。パワー、しゃあ、2、いいよ2。まあ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 、あと2個ね。これがロトの印。不思議な木の実。不思議な木の実って何？ MP ね。これは、はるちゃんよ。はるちゃん、MP たくさん。いや、なんか、はるちゃんさっきから最低保証なんですけど。やった！何？ロトの印って何？なんだか力が湧いてくると。なるほど。1でもそんな感じだったよな、確か。あとは？特にって感じかな？泡の盾いらんよな、さすがに。ちょっと売ってっか。売れない。売れない。てか、祈りの指輪高っ。2000円で売れんの？一旦録画切るか。ローレシアからここまで、まあ、徒歩で切って、で、その前に、録画をね、ちょっと、見返したんだよね。で、ムーンペッタにも、金縁のドアがあったんだよ。だからそこにね、後で行こっかなって、ルーラでね。銀の鍵と金の鍵の二つがあり、いや、さすが王子様、恐れ入ったわ。で？はーい！あ、ちょ、怖いから、なんだろう？ダンジョン？なんぞ？ワープゾーンがあった。セーブしたもんね。どこに飛ばされる？行くけどさ。何？あ、行った、上から行ってみる。ん？城だなぁ。
格闘試合に？格闘試合？旅の選手をキラータイガーと戦わせる。いや、セーブした。嵐の夜、一隻の船が財宝とともに海に沈んだそうです。ほうほうほう。え、持ってるよ。だから何？え、あまり物を持ちすぎず、いらなくなったものを売るか預けるか捨てる。これが旅の秘訣ですよ。難しいな。あ、え、やまびこの笛は精霊の歌声。城、町、洞窟、塔、祠。やまびこの帰るところに紋章がある。え、紋章？エムブレム？え、やまびこが、え、これやまびこ？紋章？紋章ある。ちょっと待って、ブギ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 。え、ガイアの鎧を探してる。はい。え、あとなんか、え、紋章？ルトの印みたいなもの？いや、あと預けるものは、ふんふんふん。いや、何言ってます？ふん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 。お、あ、これ欲しいな。7？ でも、え、呪文のダメージを軽減する。そうだ、ワンタンに三河市の服、買ってあげてないんだよな。これ、いや、これはちょっと買ってあげたい、さすがに。魔法の鎧か。金稼ぐか、さすがにここで。君話したっけ？あはは。え、あなたはお宿ですか？うん。おじいじは？ここより南、炎が燃える。こっから南、あ、これも牢屋だ。こっから、いや、町に入るとマップ開けないんだよな。こっから外出たら何？ここどこ？あ、めっちゃ岩山に囲まれてたところだ。あそこからここ飛ぶんだ。あ、間違った。こっから、ここから南？あそこか。炎？ね、あの格闘王子でしょ？金の扉あったよね。思わず先にこっち来ちゃったけど、あそこは、どこに繋がってんの？
見つかる前に帰る。ちょ、ごめん。あ、万引きじゃん。わ、やったな。君たち、それは罪だぞ。でも有効活用。有効活用よね。多分無理だよね。そうだよね。いや、餃子も無理そうだな。え、ここ預けるとこあったよね。え、こっちか。え、なんか戦わされそうだから、王様には話しかけない。預けるお姉さんはここだ。だって、え？あ、でもロトの盾だよな。まあ、一旦ね。ちゃうの。はい。ちょっとみんなそれぞれ、うん。渡す。やっぱりそうだな。いいね。預ける。預ける。で、ワンタンの。よし、ワンタン。あははは。薬草でしょ？清水山。ん？ね、さっきガイアの鎧。え、魔法の鎧より強いじゃん。鉄の兜。ドラゴンキラーと魔法の。どうだ、6000か。7しか上がらないのに、6000も取られんの、ちょっとやだよな。鉄の兜。これ、え、ガイアの鎧より、ってこと？ 3150 円で？あ、でも魔法の鎧、あれ魔法の盾だっけ？ドラクエ1で回復できる盾あったよね、確か。あれ魔法の盾だったっけ？魔法の鎧でも欲しいよな。ビルダーズに出てきたよね、魔法の鎧って。ちょっと思い出にすがるのに6000円はちょっと痛いか。いや、ドラゴンキラー欲しいな。うん、ドラゴンキラー買うか。うん、大丈夫、みんな大丈夫。うん、この辺の敵ってどうなんだ。セーブって
ちょっと待って、王様セーブできない感じ？あれ？セーブ？あなた教会よね？うん。王様、セーブさせてくれないかな。うん。いや、大。ん？ちょっと話しかけるか。あ、戦ってる男の人って素敵。なるほど。じゃあここで勝ったらなんかパフってもらえたりとかワンチャンある。王様、セーブさせてくれるかな？キラー、デルコンダル。あー、どない？あなたどのぐらい、ドラゴンキラー買ってからにするか。でもちょっと、ちょっと戦ってみたいよな。道具は、まあ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 。うんうんうん。ダメプかな？いや、ちょっと薬草だけ。やまびこの笛。やまびこの笛？寝たりするか？ロトの印は多分戦闘では使えないよな。ちょっとめちゃめちゃ預けて、うん、整えるか。一応物とか整理して、薬草めっちゃ持ってきたんだけど、どうかな。たまには、私だってたまには無謀なことをしたくなる日だってあるよな。あー、でもなんかな、ここめっちゃ遠方の土地だからな、なんかやばそうだよな。褒美？褒美があれなのかな？エムブレムなのかな？なんだっけ？サーベルタイガーとかなんとかタイガーだったよね。やる！やる！たまには、たまには、出てきた！ガルルルルルルル。いや、キラータイガーね。はい。カルちゃん、寝るか寝るか。試すか。早そうだよな。寝ない。これは29。あ、え？あれ？あっぱれ、あっぱれ、見事な戦いぶりであった。時の猛者、やった。あれ？
しかして足って今強い？え？あれ？あれ？紋章？あれ？紋章？あれ？紋章？はい。え？紋章ください。紋章は道具欄に出ない？あ、そういえばこれ戦闘中使ってみんな忘れた。やっぱ特に効果はないのかな。あ、帰ってこない。あ、帰らなかったって言ってくれるんだな。え、勝っちゃった。もしかして強いのかもしれない。わっ、あんたなかなか強いじゃねえか。見直したぜ。ありがとう。あ、待って、え、パフはノーパフってことね。そっか。そっか。じゃあここからドラゴンキラー、これを集める。あ、お金を貯める。あ、いや、ちょ、ダメだな。やっぱこれは、これ鉄のカップ、これだな。ドラゴンに対して有効。いや、でもそれがなくてもいいよね。よし、じゃあここでお金を集めます。じゃあバイバイ。